小さいことを気にしすぎる性格を改善するにはどうすればいいですか、だからまあ自分で小さいことを気にしすぎるって分かってるんだったらば、それはあとは反復訓練なんじゃないかなって思いますけどね。だいたい小さいことを気にしすぎる性格の人ってのは自分がそうだって気づいていない、これはなかなか直せませんが、自覚があるならばそれを気にしないように気にしないように自分で訓練していけば、徐々に気にしないようにできるんじゃないかなと思います。で、そういった視点からですね、おすすめなのはやっぱり仏教のような新しい幸福感、これを学ぶってことだと思います。仏教っていうのは究極の気にしない思想なんですね。いろんな苦しみも裏には喜びがある、苦しみと喜びがセットであるぞってことになると、例えばですね、失敗も成功のもとって考え方ありますね、そういうふうな考え方をするとあんまりこう心配とか不安とかそういうのがなくなってくるんですよね、とにかくいろいろ経験してみようと、それが辛いことであってもその裏側に良いことがあるし、それの裏にそれが良いことであっても落とし穴があるかもしれないし、いろいろ経験して失敗や成功がある方が知恵が増大するじゃないかっていう考え方ですね。でいろいろとそのなんかビクビクとせずにいろんな経験を貯めて、それでその経験値で幸福になっていくっていうことじゃないかなと思うんです。まあ、こういった仏教な苦楽表裏の価値観、これを学ぶ小さいことにはより気を小さいことにその引っかかりにくい性格になるのかなっていうことで、まあ、それ一つおすすめかなってことね。あとヨガの身体療法、これをやってですね、細かいことを気にしすぎる、まあ気にすぎるっていうのはちっちゃい幸福を見出すことができるっていうんで、細かいことを気にすることができればそれはむしろいいことだと思いますが、大抵こういう嫌なことがあるんじゃないかなっていう意味で細かいことを気にしすぎるっていうんだったら、それはいわゆる仏教でいう嫌悪っていうのが強いと。で嫌悪っていうのはその体の軌道でいうと右軌道のエネルギーの乱れでですね、ヨガの体操や呼吸法で軌道を通すとですね、そういった いちいち小さいことにピリピリするっていう、そういった精神状態が生理的に和らぐと言われています。まあ以上こういった形で物の考え方や人格を直していくという精神的な方法と、身体生理的なところからそういう意識状態を弱めていくっていう方法、まあその頭の修行とそれから体の修行を組み合わせるのが仏教ヨガっていうことじゃないかなと思います。そして一番最初に言った心理分析ですね、自分で自分の性格を客観的に分析できる人はですね、あとはそれを反復訓練していったらうまくいくんじゃないかなと思うんですが、まあそういった形で心理分析とそれに基づく改善の反復分析と反復作業といったことを付け加えておきたいと思います。